こんにちは、ハイジーです。というわけで本日は花正さかなさんからの情報をコメント欄にいただきまして、そんなことよりも横浜中央卸売市場内の竹屋食堂の二色丼リニューアル知ってますか。リニューアルって言い方変ですが、値上げした二色丼が以前と違うんです。メニュー名は二色丼ですが、ほとんど一色丼、オールピンクの大トロ尽くし。これ築地だったら5000円はします。すぐれ丼ですとのことでございまして、竹屋食堂さん、僕ね知ってはいるんです。もちろん有名な、なんならね、爆盛り丼、ネギトロ丼がめちゃくちゃ爆盛りっていうことですごい有名だったりする竹屋食堂さんなんですけども、そこの二色丼がとにかくすごくなってるということで、今日はねやってまいりました。横浜中央卸売市場でございます。朝5時45分オープンとのことで、その時間に合わせてやってまいりまして、これまでもねここの場所大好きなのでいろいろ来てます。で、来たことあるお店もうもはやたくさんあるんですけども、竹屋食堂さんははっきり言って初挑戦です。あれ、竹屋食堂さんある？青果の方だと思うんですよ。あ、わかりました、すみません、はい、ありがとうございます。さあ、ちょっとね竹屋食堂さんの場所が違いました。いつも行ってるあのゾーンじゃなくて、あの場所一帯の道路さんで向かい側にある、あの青果方面の、市場の中にあるそうでございまして、ここのね、もうこの景色の中に現れる食堂で、このスロープの下側にあるというふうにおっしゃってました。あったここだ。すごいぞ、これはいいぞ、ナイス外観。はい、来ました、竹屋食堂さん、ここだ。来た、外からはもうメニューの感じは全く分からないですけども、僕この外観だけはネットで見たことある。さあ入店しまして、店内ですけれども、このようなテーブル席、そしてカウンター席も並んでますね。で、メニューなんですけども、お刺身系もあるんですね。カツオ刺し、マグロとかカンパチとか、マダイマグロ、サーモンマグロとかミックスであったりとかで、本マグロ丼で、おまかせ丼があって、二色丼が今回のおすすめですね。で、ミックスフライ、イカフライ、生姜焼きとか、あ、そういうのもあるんだ。で、赤魚とか焼き魚で、豚バラ味噌炒めとか、アラニ定食、あ、どれも気になるし、朝のメニュー的なね、ウインナー定食とかハムエッグ定食とかもあるんですね。注文って大丈夫ですか？二色丼お願いします。はい、いかにも美味しいお料理を作りそうな大将の雰囲気、オーラ、肌もツヤツヤしておりました。いただきます。わ本当にすごかった。いや、二色丼というか、待って、ボリューム、 まずボリュームなんですけども、二色丼というか半端じゃないですね、これね。ご覧ください、本マグロすぎる、中落ちすぎる、ネギトロすぎる、なんだこのすぎるやつ。これ赤とピンクで二色丼ってことなのかな。厳密に言うとこれとこれも色違うけども、でわさびもあるしさ、二色っていう感じでは全然ないですけども、嬉しい誤算というか、嬉しすぎる誤算。確かにこれ築地で食べたらいくらすんのって話だよっていうくらいの超豪華、絶対うまいやつ。そして小鉢がこのようにあるといった定食です。早起きしてよかった。いただきます。まずはお味噌汁からなんですけども、わかめとお豆腐とネギですね。
口感がずっしりくるタイプのお味噌汁なんですね。なんかさ、そんなに濃い味じゃないんですけども、お出汁の効き方絶妙でございまして、さあでは2食丼食べていきましょうかね。お醤油一気に上からかけちゃうシステムやっちゃうか。でもどうしよう、そうだね、やろうちょっとやろう。こうやってさ、わさびで溶くっていう、もうこういう場所で僕ドバッとやっちゃう美味しい食べ方、がっつりいっちゃいますよと。で、うわ、なんかもう、うわ、これはすごい、むちゃくちゃなクオリティ、うまっ、うわ、何これ、はい、やっぱ中落ちも本マグロの中落ち、味が違うの、相当違います。本当に美味しいです。分かってくれよ、ありがとうございます。赤いの使っていいから、かっこいい、このお客さんはもう本当に落とせられないから、はい、あ、もう味を落とせない、みんな舌が肥えてるから。うん、そしてネギトロも異常なうまそさ、うん、うん、信じられないくらいうまい。なんだこの、まったりととろけるネギトロで、ネギのシャキシャキした存在感も温かく包んでるイメージで、やっぱり大将が言うにもね、ここのお客さんはもう舌が肥えてるから味落とせないっていうふうに嘆いていたんですけども、僕もこれ食べて舌肥えた。ではこの鬼ピンクの部分食べちゃいましょうかね。ちょっとこう来て、これは一旦大事にいきたい。ちょっともうピンク加減がもう半端じゃないから、こんなピンクだなっていうくらいピンクで、こんなに差し入るかっていうくらい差し入ってますから、これをこうつけて、はい、待って、これピント合ってるよね、合わせたい、ピント、カメラが緊張してるよ、もうピンクすぎてピント合ってる、こうねえ、嘘、やべえ、ご飯で追いかける前に溶けて消えた、その様子、クリームのごとし、出た出た、口の温度で溶けるやつ出ました。どうしよう、ごま和えもいいね、小鉢も美味しいからさ、こういった事件が起きた時に小鉢も出てきてすぐ仕事してくれる、途中から入ってきてそのままフリーキック蹴る中村俊介選手のごとしだ。花正魚さんからの情報でも、ご飯も何も言わなければ普通に2杯分はあるっておっしゃってたんですけども、本当でした2杯分より多分多いです、パンパンだもん、この丼の中にパンパンだから、このお刺身1枚めくった先はもう全ご飯、さすがそもそもデカ盛りの精神って言われただけあって半端じゃない。はい、ではちょっとね、この辺でもう一気に醤油を上からかけて、てかネギトロはね、醤油かけなくても味がしっかりついてるから、そっか、ネギトロはなしでいいか、ネギトロを避けて、ここやっべえ、何これ、1300円だって、確かにありえない、わさび、まあ、ちゃん食べていきますから、なんすか、さっき醤油かけるときにわさびちょっと余らしたらっていうことを姉様がなんか言ってるような気がしましたけども、ちゃんと食べていきますからね、
馬わさび、わさびも暴れない、暴れない、でも風味豊か、でもちゃんと仕事する、ピリッと、いいわさび、うん、絶メニューですというのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、太郎山田さんからのコメントで、ハイジーさんって酒井紀子さんをシュワちゃんだと思っているタイプですよね。そんなことない、酒井紀子さんあの青いウサギの時にね、手話を織り交ぜながら歌ってらっしゃいましたけども、当時ターミネーターとかでも日本でもすごくしょっちゅう話題に上がってきたシュワルツェネッガー、シュワちゃんと勘違いしてない、シュワちゃんってよく聞くけど酒井紀子さんのことだよなって勘違いしてない。そしてこちら先日の浅熊さん、ステーキ浅熊さんの動画のコメント欄のコメントでございまして、デレスケさんから、3分42秒から確かに映したくなる少し変わったお客さんですが、一般の方をしつこく映すのは良くないと思うので謝罪した方がいいですよね。あれ一般の方じゃないのどんなシーンか見てみて、こちら、あんな一般の方いない。あれ浅熊さんだから浅熊で熊だよなって、熊にかけてあれが置いてあるという、別にあれが浅熊さんのメインキャラクターとかというわけじゃないの。アンパンマンもしかりなんかそれをあんな目立つところにドンドンって置いてある感じが大好き。浅熊さんのその感じ、なんかもうなんか親しみやすいよね、そのスタンスがね。フットサルさんからのコメントで、もしもハイジーさんが戦国時代の武将だったら、一度も戦をすることなく人徳とトッポだけで全国統一を成し遂げ、この顎投げが目に入らぬかという名言を後世まで残すタイプですよね。そんなことあるかな。戦国時代にそもそもトッポないからそれできないんだけども、もしもね、僕が今急に戦国時代にトッポを持ってタイムスリップしたら、意外といけるいける、トッポって超美味しいじゃん。戦国時代トッポに勝るうまいやつないはずで、しかもあの箱とあのパッケージも込みでいいんだとしたら、もう兵糧丸超える、長持ちもするしね、まあ腹持ちに関しては兵糧丸に負けちゃうかもしれませんけども、あれさ、多分当時の人が食べたらもう脳がぶっ飛ぶぐらいうまいはずだ、チョコレートね。でカリッとしたブレッツェルの感じとかもさ込みで、ハイジーに従わないとトッポ食べられないんだよなってなったら、従いそうな気しちゃうよね。トッポ将軍みたいに呼ばれちゃうかもしれないね。トッポだけで全国統一しましたみたいな。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン。佐藤さんからのコメントで、サラダバーだけなら無料で食べ放題ってことですか。違います。何の勘違いしてんの。だからさ、浅熊さんでね、メニューメインメニューを頼んだらサラダバーが無料でついてきますよってことなんです。だからメインメニューいらないんでサラダバーだけ無料でお願いします。無理無理無理。